え、なんで泣いてんの？やっぱ嫁。こんにちは、イルビアン TV。 イルビアン TV のレイアンとイです。今日は私たちの記念日です。いやおめでとう2年半。中途半端ね。うん、おめでとう2年半記念日。今日はね、私ずっとねやりたいことがあるんですよ。ほう、とは？はい、2年半とかこう6ヶ月ごとって結構節目でさ、本当は1年が節目だと思うんだけど、ね、まあ1年か半年だと思うのね。そうだ、うちらの場合結構半年刻みでね、うん、言ってやっててからね。こう今までね3年も恋人って続いたことなかったし、うん、結構初めてこんなに長く私は誰かと過ごすことができてるのね。で3年後もねこう幸せに過ごしたいし、まああと半年あるからね、3年を迎えるまでにね、はい、こう気持ちを一旦リセットしたいっていうのがあって、こんなものをご用意いたしました。お手紙封筒。全然可愛くないんだけど。渋いね。渋いでしょ。ごめんね、全然可愛くなくて。可愛いの売ってなかったんだよねまあね、これをね買ったので。これはさ、なんか手紙を掛け合うみたいな感じ。そう、送らなくなってなお恥ずかしくなって、お互いの本音とかさ、思ってることとか、こう日々の感謝とかね、感謝はこう毎日夜で伝え合ってるんだけど、それ以上のこととかね書いてないなみたいな。そうだね、なんかこう形としてね残してないもんね。そう、1枚で相手への感謝の気持ちとか含めた愛の手紙をね書こうと思いまして、はい、こちらの企画を準備しました。それさセリーちゃんが私から手紙欲しかったっていうやつでまとめていい？うん、これ1枚で相手への愛の気持ちを伝え合ってみよう。よし、エルビアン TV。 はい、ということでお手紙を書きました。暇になってお絵描きました。ちょっとね、りーちゃんの方が早く書き終わったからね。うん、相手の声で聞きたいかも。え、じゃあ分かった。じゃあお互いで書いたもの読もう。めっちゃ恥ずかしくない？なんか、いや、こうやって読んで、こうやって読んで。そりゃ恥ずかしいか、前向かしてよ。いや、聞きゃダメ。手向いてほしい、体とか。じゃあ、ゆう最初に言うね。うん、りーちゃんへ、長い間一緒に過ごしてくれてありがとう。読み聞かせだね。私は家族以外でこんなにも衝突した人は初めてです。それだけめっちゃ向き合ってるってことだけど。え、なんで泣いてんの？やっぱ読めない。やっぱ読めない。あ、もう泣いてるこの人。もう泣いてるよ。まだ読んでないよ。やっぱ言う、読めない。読めない？私読めないわ。読めない？うん。ゆうちゃん、私読むね。うん。ゆうちゃんへ、まずは2年半年おめでとう。ゆうちゃんと過ごせてすごく幸せだし、私の人生の、あ、もう泣いてる、パートナーだと思ってるよ。一時期は毎日喧嘩してしまったり、私の性格で困らせちゃったこともあるけど、これからもゆうちゃんの隣にいたいです。2年半付き合ってきて、毎日朝隣にいるのが当たり前になってしまって、もっと幸せを大切にしたいなって改めて思うし、一日一日大切に過ごしたいって思ってるよ。わがまますぎたり、すぐ怒ったり、いつもごめんね。私は謝ることも上手じゃないから、ゆうちゃんが先に謝ってくれることが多いね。良くない部分も認めて付き合ってくれるゆうちゃんがすごく大好き。これから3年に向けていいパートナー、彼女でいられるようにきちんとダメなところも直すからね。私は昔から周りからの意見とか体型についてコンプレックスを持っていて、自分に自信がないけど、いつもゆうちゃんのどんなレイでも好きだよという言葉に
励まされ自分がちょっと好きになりました、ここまで人を信じて一緒にいられたのは、まあ、ゆうちゃんだからだし、これからも一緒に頑張ろうね。もっと可愛くなってゆうちゃんにとって可愛いっておばあちゃんになっても言ってもらえるように頑張るね。3年も4年もその先もずっと愛してるよ、レイより。レイは泣かずに言えたよ。ゆうちゃんは言えるかな。いや、言うは無理や。レイちゃんへ、長い間一緒に過ごしてくれてありがとう。私は家族以外でこんなにも衝突した人はマジで初めてです。それだけめっちゃ向き合ってるってことだと思うけど、レイは深く深く知れば知るほどいい子だと思う。それをすごく実感して、もちろんそれはいい意味でも悪い意味でも私にいつも素直でいてくれるからっていうことなんだけど、レイと長く付き合って自分の悪い癖が徐々に治ってきてることをすごく最近実感する。そういうところにもすごく日々感謝してるよ。2年半の付き合いだけど、毎日一緒にいて24時間365日を共にしてるから、過ごしてる時間で考えると2年半以上だろうなって思えてる。なのに日に日にうちらは仲良くなってる気がしてる。レイはどうかな。聞いてるのこれ最近は手紙を書いたりとかしなかったけど、月一はありがとうの言葉も込めて書こうかな。これからも2人でたくさん目標を達成して乗り越えていこうね。レイとなら大変なことも乗り越えられる自信しかないな。落ち着くし楽しいし、まあ時にはムカつくけど、これからも奥ちゃんであり恋人でありパートナーでもある大切な家族だよ。幸せにする。言うより、しもです。はい、どうしました。やばい、ファンデーションが鼻水も読めたね。エルビアン TV。 でもね、うん、やっぱね、いろいろあるわけよね。まあ短いようで長かったもんね。いや、こんななんか10分で書いて泣くと思わなかったわ。でもなんか書いてるとして結構なんかじわじわ来ない、来るね。やっぱり、うん、うちらもいろいろあったし、うん、まあ、これからもある可能性が全然あるんだけど、うん、なんかうまくいってる時だけじゃないじゃん、うん、でそれを結構乗り越えてきてるじゃん、うん、で今付き合ってるからさ、うん、なんかその時の思いとか思い出すと、うん、すごいなんか大変だったなとか、うん、思い出したりするんだけど、うん、なんかそういう思い知ってるのも幸せなのかなって思える、うん、だってそう悩める相手が自分にはいるんだからね、うん、伝えてるって自分では思ってても意外と相手に伝わってないこととかって多くて、うん、意地を張っちゃって言えないっていうことも、うん、意外と 手紙とかだったら伝えられたりとか、うん、まあレイちゃんがいい例なんだけどさ、うん、そういう人とかはなんか改めてちゃんと言葉でこと声に出してでもいいし、うん、手紙でもいいけど、うん、相手に伝えたらすごくいいんじゃないかなと思うので、本当におすすめします。じゃあ交換こうしよう。はいはい、いい
いつもありがとう。いつもありがとう。症状みたい。症状みたい。名刺交換みたいになっちゃった。はい。皆さん、たまには伝えてない方は、たまに恋人に真剣に思いを伝えるのはいいんじゃないでしょうか。いや、なんか私結構泣くの恥ずかしいって思う人だから、うん、泣かねえぞって思ってたけど泣いちまった。いや、私はもう泣かねえぞって心意気はないです。はい、まあね、はい、みんなにおすべする。はい、ということで、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。